皆さんこんにちは。はい、こちらご覧ください。北海道函館市はですね、たった1日で一面銀世界になっていまして、今もバンバン雪が降っております。いや結構寒くなってきましたね。まあ寒いといってもまだマイナス1度くらいなんで、そこまでひどくはないんですけども、まあまあそれでもこの前と比べてね、かなり気温が下がってきました。はい、そして今日の本題なんですが、こういった雪がすごく降って辺り一面真っ白な環境でアクションカムで撮影したらどんな風に映るのかってところを、ちょっと見ていきたいと思います。で今回はインスタ360 AS Pro 2 DJI Osmo Action 5 Pro、そしてポケット3 3つカメラご用意いたしました。で設定はすべて、標準にしています。色温度もすべて、標準のままですね、D シネライクとか L ログとか一切使っていません。すべて撮って出しの状態、4K の 30fps で撮っていますが、どうでしょうか。まずですね、 AS Pro 2の方から見ていきたいんですが、はい、どうですか。こういった環境で一番問題になるのがこの地面の白さなんですよね。でカメラは基本的にこういう白いところを見ると、あ、ここ白飛びしてるなって思って、結構色っていうか、明るさをガッと落とします。なので周りは真っ白なんですけども、動画はドヨーンって暗くなってしまうってことが結構あります。しかも僕、被写体の方はこう真っ黒い服を着ていますので、この部分が黒くなってしまうと、あ、今度明るくしなきゃって、こうどんどん原因を持ち上げたりして、で今度こう白飛びしがちな絵になってしまうっていうね、結構厳しい環境です。こういった雪の中ってね、撮影難しいんですよ。前に DJI のね、オズモポケット2かな、1か2だったと思うんですけども、こういった雪の中に撮るとすっごい暗くなってしまうってことがあったんですが、この AS Pro 2ではどうでしょうか。ちょっと手は冷たくなってきましたね。はい、現在ね、取って出しの状態です。で僕の顔の方にこれなんかね、露出が合っているので、多分ね、顔とかの方は大丈夫なんですけども、この床っていうか地面の感じはどうですかね。で一応ね、まあ、今真っ白って言いましたけども、実際は灰色っていうかちょっと青っぽい感じになると思うんですよ。それがどんな風に映ってるかってところをちょっと今日は、見ていきます。はい、これがですね、 AS Pro 2で撮って出しの映像になっております。で次こちらがですね、 DJI の Osmo Action 5 Pro となっています。で Action 5 Pro は、Action 3の頃からレンズの下に色温度を測るセンサーが新たに設置されているので、こういった雪の中とかの撮影は結構強いと思うんですよね。はい、どうでしょうか。Osmo Action に関しては、 Action 2か、あれが結構弱かったんですよ。雪の中で撮影するとなんか画面が真っ暗になってしまうってことが結構あったんですが、それはね、Action 3で解決されました。あ、2もアップデートで直ったのかな。はい、どうでしょうか。今回のアクション5 Pro、 こういった環境で撮影するのは初めてです。床は真っ白なんですけども、僕らは真っ黒っていうね、非常にちょっときつい環境で、動画撮ってるんですけども、しっかりと映っているでしょうか。ちょっと画面がちっちゃいんでね、モニタリング難しいんですけども、はい、これがですね、アクション5 Pro で、こう雪の中で撮影した、映像になっています。で最後、ポケ3ですね。今正面の、ね、カメラポケ3撮ってるんですけども、これはどうですかね。前にね、ポケ3でもこういった環境を撮ったことがあるんですよ。だから多分ね、ポケ3に関しては、問題は多分ないと思います。でポケ3はちょっとこれやってみましょうか。フェイストラッキング、アクティブトラッカー、はい、あ、ちゃんと僕の顔を認識しましたね。こういった雪の中でちゃんと僕を追っかけれるかどうですかね。追っかけれてます？ちゃんと。あー、すごい、結構離れてますけど、意外と見失って、あ、ないですね。ここまで離れても大丈夫か。まあこの雪の中で僕一人しかいませんから、対象を見失うってことは多分ないと思うんですよ。おー、結構蛇行しながら近づいてますけども、おー、雪の中でもちゃんと僕の顔は、はい、被写体は見失ってませんね。であとは色ですよね。ポケット3はね、ちょっと全体的に明るすぎるっていうか、ちょっと標準で撮ると少しね、白飛びしがちな感じがします。だからその被写体を最優先でやってしまうんで、背景結構ぶっ飛ばしちゃうんですよね。その点これはどうですかね。こういった真っ白の背景の環境で撮ってみました。であとは色味ですかね。ポケ3は特に青が強く出る印象があります。それはどうですか。普通かな、ちょっとわかんないかな。はい、じゃあ次はAS Pro 2もアクション5 Pro もポケット3もログ撮影やっています。はい、引き続きましてログ撮影に切り替えてみました。現在ですね、AS Pro 2の方を撮ってますけども、どうでしょうか。
ですね、色温度は6800で固定しています。ちょうどこの環境が6800くらいという表示が出たので、今回それにね、従ってやっておりますが、どうでしょうか。で、今ログ撮影ですが、はい、ここから公式のラットを当てています。どうですかね、公式のラットを当てた感じはしっかりとね、この色が再現できてればいいんですけども、結構こういった雪のね環境だったらちょっとこの辺が、まあ、真っ白くぶっ飛んでしまったりとか、逆にねこう暗くなりすぎてしまってちょっと絵的に微妙になってしまうんですが、はい、AS Pro 2の、ログ撮影、雪の中ではねどんな風に撮れてるでしょうか。おっとっとっと滑ってきたはい、全然雪止みませんね、気温もなんかますます下がっている感じがします。これがですね AS Pro 2のログ撮影です。はい、そしてこちらアクション5 Pro の D-Log M ですね、10ビット撮影をしております。色温度はですね同じく6800で固定しています。で、このねアクション5 Pro のこの色温度の測定が非常に正確っていうかね、いい出来なんですよね。基本的にオートでもいいんですが、オートに1回してマニュアルに押すと最適な色温度ね、今この環境の最適な色温度を選んでくれるので、僕は結構ねその設定というか自分で1回オートにしてマニュアルにして、そこから合わせるようにしております。はい、同じく6800で固定しています。はい、これがですねアクション5 Pro の D-Log M の色温度6800で固定した映像になっております。まあ、D-Log M なんでね、そんな難しくないと言いますか、まあ、ちょっと手直しするだけでも全然綺麗に見えるので、まあまあいいんではないでしょうか。で、最後、ポケ3ですね。ポケ3もアクション5 Pro と設定全く一緒にしています。D-Log M で、6800で色温度固定しております。ただ、ポケ3はね、さっきも言いましたが、全体的にちょっと青っぽくなりがちなので、まあ、補正した後の映像がどんな風になってるんでしょうかね。まあ、もしかしたら、そこからさらに手直しが必要になる可能性もあります。うん。ただ、まあ、パッとこのちっちゃい画面で見た感じは、そんなにね、悪くないと思います。まあ、いくら寒くないと言ってもあれですね、さすがにこうずっと3分4分いるとさすがに冷えてきますね。はい、これがね最後3つのカメラ、もう一回出しましょうか。3つのカメラで雪の中で撮影した映像になっています。まあ、こういった映像で撮れるのもやっぱ北海道ならではと言いますかね、こう北国ならではの、まあ、メリットなんではないでしょうか。じゃあそうですね、最後もう一回カラーをノーマルに戻しまして、ちょっとだけぐるっと回ってみましょうか。はい、それでは最後ちょっとだけねこの辺歩いてみましょう。はい、ちょっと今三脚そのものを持っているんでね、少しちょっと絵的には微妙かもしれません。あ、うかつだったな、手袋持ってくればよかった。今手袋ないんすよはい、ぐるーっと回ってみましょうか。あ、でもこの後ろのちっちゃい画面で見るとなんか AS Pro 2が一番青っぽい感じしますね。あれ、前このこんな感じってどっちかっていうとポケ3とかだったと思うんですけど、なんか AS Pro 2標準では相当青みがかった感じがします。アクション5 Pro とポケ3もちょっとポケ3はちょっと緑っぽい、どうだろうこれ、うん、ちょっと家変えなきゃ分かんないですね。なんかアクション5 Pro が雪の中では一番良さそうですね。もう見たまんまの景色に近いというか、まあ、ちょっとこれも青みがかってますけども、はい、3台のカメラ持ってちょっと歩いております。おっと雪が意外と、ね、積もってきました。あ、靴もね冬靴履いてくれる方な。はい、ちょっと公園、某公園を歩いてますけども、どうですこの景色ね、たった1日でもうこれですよ。ただ路面はねまだそこまで完全に凍結しないんで、日中車走るならいいんですけども、夜は厳しいですね。もう外危なくなってきました。はい、こんな感じのね、景色になっております。うわ、風が痛い、指もだいぶねかじかんできましたね。はい、といった感じでですね、そろそろ一旦家に戻りまして、まあ、この映像チェックしてみましょうか。さあ、家に戻ってきまして映像の方を確認してみました。3つの映像ね、撮って出しのやつ自撮り見比べてみたんですが、まずインスタ360AS Pro 2なんですが、若干全体的に青っぽいっぽく映りましたよね。まあ、ただこれね、実際のその映像と録画してる時のあのモニターではね、映り方っていうか色味がだいぶ違いましたね。うん、持ち帰ってみると、あ、若干空の色とか、地面とかがちょっと青っぽいかなっていう感じだったんですが、現場では全然そんな感じがしなかったんですよね。で、アクション5 Pro の方なんですが、こちらはそうですね。まあ、自撮りの時はまあまあ悪くないかなと。うん、なんかアクションカムで撮ったっていう感じが、すごくね、ありました。まあ、すごいね、そのバランスが取れてるというか、うん、撮って出しても多分全然いいと思います。
で最後ポケ3なんですが、まあこれはやっぱりそうですね、他2つと比べてアクションカムではないですから、あの前にもねこれ解説しましたけども、このポケ3って自撮りの時は背景が白飛びしてもいいから、その顔だけをしっかり写せっていう風な感じになってるんで、そうですね、それが雪のこの場面でもよくできてるっていうかね、相性いいかなっていう感じがしました。うん、雪の白さもちゃんと撮れてますし、まあ顔とかもね、しっかりとこう光が当たってるような感じ撮れてるんで、うん、これはすごくね、良かったです。ただ、そんなポケ3もフェイストラッキングをやって離れていくと、やっぱどん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 画面が暗くなってきましたよね。そうなんですよね。これはやっぱり、まあ、その性質、カメラの性質っていうかね、最初は顔がしっかりとその露出合わせるようになってるんですが、離れていくとやっぱ人間の顔から全体の背景へって感じになっていくんで、そうするとちょっとポケ3も、まあ、少し暗めに映ってしまうかなっていう感じがありました。まあこれは手直しできるレベルなんで問題はないんですけども、で離れた時のこの映り方っていうのはアクション5 Pro が一番良かったですね。エース Pro 2とポケ3はかなりね、画面全体が暗くなってしまう感じがありました。次にログ撮影なんですが、これはね、エース Pro 2すごい良かったですね。特にラットを当てただけの映像なんですけども、まあ標準ではちょっと微妙かなって思ったんですが、ログにしてラットを当てるだけでもかなりいい感じにね、映ってくれました。僕はこれ、それ好みですね。うん。この服の黒さとか、この背景の白さですよね。あと顔の感じとかも、すごいよくできてると思います。に対して、アクション5 Pro はラット当てただけだったらちょっと全体的に濃すぎるかなっていう、うん、そんな感じがありまして、まあこれは好みの問題もあるんですが、僕はね多分このアクション5 Pro のラットを当てた映像はこの後にさらにちょっと手直しが必要なるかなっていう感じでした。で最後ポケ3なんですが、これもねアクション5 Pro によく似ている感じがします。ただアクション5 Pro よりかもちょっと全体的に青っぽい、うん、感じがしますね。まあ雪の中っていうか今日みたいなあの天気だったら多分こっちの方がまあ自然っていうかこう寒々しいと言いますかね、ちょっとこう冷たい感じが映るんで、まあこれはこれでいいかなと、はい、そんな感じがありました。で最後にこう人物ではなくて、まあ風景ですね、風景を歩きながら撮った時の映像なんですが、これねやっぱ3つ見比べてみると、エースプロ2とポケ3が若干暗いかなっていう感じがありましたね。アクション5プロはねそういったところはなんかうまいこと調整されてるというか、まあここはちょっと色温度のセンサーがうまく働いてるのかなっていう、はい、感じがありました。まあ全部悪くはないですけども、この中でもし一番バランスいいのどれかって言われたら、まあそうですね、ポケ3なんですが、まあアクションカムとしてならアクション5プロかなと。うん。で、インスタ360のエースプロ2の場合は、取って出しよりかも、雪の中であればログ撮影にしてラットを当てた方が、実際見た風景の再現度ってのは高いと思います。はい、ということでですね、もうついに北海道は雪が降ってまいりました。もうねすっごい、まあ、ヘキヘキとした気分になるんですけども、まあ、せっかくね雪が降ってるということもあるので、今後もですね、こういった、まあ、雪の中での撮影っていうところをやって、まあ、いろいろ検証やっていきたいかなと思っております。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。で今後もですね、こういった様々な検証やっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。